どんぐり FM。 どうもなつめくです。どうもなるみです。なるみさんから、僕 Uber Eats のバッグもらったじゃないですか。もらったですか。あ、貸しましたけど、ね、あ、そうなんですね、もらったもんだと思ってたんですけど、貸しましたけどね。で、僕年末年始アフリカ行くから、それ入れるの、それで行こうと思って、なんか絵的に旅行バッグとしてね、そうそう、で貸したつもりだったんですけど、絵的に面白いじゃないですか。どうでした、旅行あれで行ってみて。結論言うと持ってかなかったんですけど。そうなの。いや、持ってこうと思ったんですけど、ちょっと強度がね、でかすぎるし、ちょっと強度という意味ではね。で、そう、機内持ち込みができなかったんですよ。そっか。機内持ち込みで行こうとしたら、大きさがちょっと機内持ち込み、横幅が、超えてて、そうすると預けるにはちょっと強度の問題があるよね。預けるにはね、ボンボン投げられたらね、ちょっとね、不安だよね。そうなんですよ。で、どうしても電子機器をいくつかそっちの中に入れなきゃダメだったんで、これちょっと難しいなと思って。そっか。志半ばにして。じゃあ家に置いてあんの。そう、普段使えばいいじゃんあれね。ちょっと今度返しに持ってきますね。いや、いい。じゃあもらってんじゃん。じゃあもらってんじゃん。まだ貸してあげる。で、はい、面白かったのがですね、うん、僕今回だからいつもそうなんですけど、アフリカ行くときとかって基本僕は荷物あんまりない派なんですけど、いざもう行くときは、112リットルのバッグがあるんですよ、スーツケース。もうだからもうバカでかいですよ。めっちゃでかいってこと。カルロスゴーン入るぐらいの。カルロスゴーンの名前出すと面白くなるんだよ。ちょっとずるいからそれ。があって、はい、それにもう何も考えなくていいんですよ、脳を停止させて、普段着ている服や靴やもういろいろとね、電子機器とかをもうボコ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 入れて全部入れればいいんだ。そう、だって入るんだ。でかいと、だって絶対入るもん、ゴーンが入るからもんね。そう、でボコボコ入れて、あとウォント、あったらいいな、マストは当たり前なんですけど、あったらいいのも入れればいいんですよ。そんな全ウォントが入んの。入る入る。マジで入る。すごいね、そんなでかいのは。だって110何リットルですよ。じゃあスーツケースが4つ入りますよ。そんなでかいんだ、これが4つ入る。じゃあブラウン化のテレビとかあったらいいかもなって思ったら入れればいい。入れるんだ。今回は僕いらなかったですけど、でも普段僕服とかもあんまり持ってないんですけど、まあ T シャツとかね、パンツとかもうバン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 入れるわけですよ、でなんとロス化けしまして。じゃあそこに入れた120リットルのあのマストもウォントも全部消え去ったんだ。で今アフリカにあります。服ないのに。パンツもないのに。めっちゃ恨めれるんじゃん。だから。もうそれさ、家がすっからかんなっちゃった。リスクがあるの。あったね。あった。でマストとウォントを全部詰め込んだバッグが今アフリカにあるでしょ。今ある、ある。見事にね。よかったね。何が。マックとか入れないでね。だから僕今財布がなくて。財布が僕今このバリバリなんですよ。ダッサイバリバリ。そうで、普段使ってる財布に結構10万以上入れて、もう今アフリカにあります。クレジットカードも。それさ、120個も積んでなくてさ、62つとかの方がいいんじゃないか。それね、リスク分散で。それリスク分散なのか、ロス化けする可能性多分2乗ぐらいになってると思うんですよ。2個になると。増やしてんのか。そうか、そうか。だから結果、2個なくなる。か、1個なく、1個が 50% の確率でなくなりますだったら、2個出したら1個なくなっちゃうじゃないですか。そうだね。確率1個消えるけど、そう。1個手元に残るじゃん。そう。まあ、それあれだな。結論、どっちも一緒っすね、期待値。期待値一緒っすね。だからね、家で気づいたんですよ、日常で、いやちょっと僕ベルトがなくなって昨日思わず買いに行ったんですけど、さすがにね、ずっとズボンがゆるゆるだったんで、意外と大事なものってないんだなと思って。そうだよね。で今まで生きてるわけだもんね。そうで、T シャツとかもほとんどもう全部あのアフリカにありますけど、確かこんなんあったなっていうのを着てたら、着れて、あ、じゃあ、よっぽど今はちょっとね、物多すぎた。はいはいはい。じゃああれか。こんなにいらない。なんか、捨てれないなって人は。ロスバケすればいい。120リットルのスーツケース借り
借りて、アフリカの、うん、もうことごとく乗り換えしてればいつか消える、うん、いつか消えるでそれでもなくなってもほら困んないじゃん、うん、いやー必要なの入れてたからな。なんかよくわかんない文房具とか入れてないんですよ、はい、もうあのいつ戻ってくるの。いやいや戻ってこようと思えば多分頑張ればできたんですけど、うん、アフリカのちょうど入れ違いで、うん、僕が行くところとに空港に着くことになって、うん、これ連絡してじゃあ成田に持ってきてとか、うん、あとエチオピア空港で乗り換えだったので、うん、エチオピア空港での乗り換えの時に、うん、ゲットできるように時間合わせてとかやろうとしたんですけど、アフリカでそれをやるのは、うん、めっちゃ難易度高いんだ。難易度高いでしょ、うん、このちょうど僕が行くこの4時間の乗り換えの時に、うん、はあるようにしといてねとか、まあ、そうだよね。成田ですらちょっと怖いわ、うん、でなので僕があの行く滞在してた国でもう知り合いがいるんで、うん、知り合いに、うん、あの受け取ってもらって、うん、次行く時まで持っててみたいな。そう手ぶらで行けるメリットそれはいいね。手ぶらで行ける。1回目はちょっと残念だったけど、はい、2回目手ぶらっていうメリットあるの。うん。いいじゃん、あの、ウーバーイーツ行くみたいな。いや、ほんとそうですよね。うん、そうそう。中身からだったら別にね。ね。いやー、なくなった。しかも、あの、100リットルのね、スーツケースでかかったんですよ。部屋が広い。向こうで何着てたの何が着るものとかは。あのね、フランス語圏で一切英語も何にも通じず、僕、現地のことわかんないですけど。うん、あの友達からよくわかんない小銭借りて、うん、で道端の少年たちに服ないからっていうのをあの日本語で伝えて、いや通じないですよ、通じないけど、うん、これこれないないって言ってそうしたら連れてってくれてそう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 、そう服ないっつって呼んでね、うん、そうしたらいろんな子供たちがこっちだこっちだって教えてくれて、うん、よくわかんない地元の、うん、多分あの服屋はあんだ都内に、都内というか、うん、国に1個あるすごいでかいスーパーとかに行けば、はいはい、国に1個レベルなの、うん、まあ、1、2個、うん、ある、まあ、モール、うん、ショッピングモール行けば、まあ、買えるんですけど、うん、それって外資なので、うん、高いのか。いや、高いもそうだし、うん、地元にお金落ちないんですよ。あ、なるほど。で、面白くないなと思って、うん、まあ、そこじゃなくて、あの近所のね、うん、よくわかんないところで、試着して、買いましたよ、うん。試着はすんだ。そうそう。それが僕はあの多分スラックに貼ってた金なんか黄色っぽいズボンなんですけど、あれ水着でした。あれ普通に持ってったわけじゃなくて、そうそう、その場で買ったやつなんだ。うん、全然気づかなかった。いやー、だから意外とロス化けするとね、うん、気持ちよかった。あ、いらねえなと思って。こんまりみたいだね。うん。うん、まあでもどっちかというとときめくものがなくなったんですよね結構ときめくもの、僕アフリカでボドゲやりたくて、うん、こうなんだろう、言葉をアフリカでボドゲバズらせたら面白いなと思って、うん、ボドゲたんまり持ってったのにもう一個もできない一個もできない。そっか、あの言葉通じなくてもゲームはできると思って、そう、一個もできない。でそれで開けてた時間僕ずっと道端で座ってて、うん、もうその辺のおじさんと同じことしてる、ただ座っててってやることないし、お金もないし、そもそも何して行ったの。いや、もうあの遊びにね、遊びに、そうそう、うん、まあちょっと仕事もですけど、うん、そう、いやー完全になくなった。つらいなそれ結構。完全になくなったユニクロのパンツ買って持ってったのにまた買ったわいやでも思うだけのでかいバッグでのスパケットとはね、うん、いやすごいですよ、うん、結構家の、あーある財産ない、そう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 、あれですからね、あの延長コードとかあの、はい、充電ケーブルとか丸々ないですからねだってパソコンはあるの、パソコンとか、うん、ちょっとこういうね、さ、この最低限のお出かけのは、そうそうは持ってたんですけど、うん、もう周辺機器しかないです周辺しかない、パソコンと周辺機器だけでアフリカで一週間10日ぐらいいたんだそうそう、もう諦めますよね、うん、ここまで行ったらね、もう服は大体ずっと履く、もう周りもそんな気にしないでしょ、日本人の匂いなんてと思って、うん、もう基本手洗いか、手洗いで次の日決めてドロドロの、それも普段もそれでいいんじゃないの。いやさすがにね、あれですよ、夜手洗いして、いやいや、次の日着るで、いやいや、ユニクロの、うん、あのスウェットの下を1週間ずっと履いてドロドロなんですよで裸足で、はいはい旅行ってそんなみたいなことあんまない、うん、結構派手にね
で、あれですよ、ネックピローだけあるんですよ。で、それで歩いてる。それで歩いてるんですよ。やばいな。やばい。うん、だからあれか、ちょっと、ぬるっとスーッと開けた感じすんだ。うん。年明けが。あ、そうかもしれないです。うん、なんか何も思い出したくないんじゃないですか。前後はつらすぎて。いやー、消えた消えた。年末年始で言うと、ちょっと部屋掃除してたんですけど、さらにね。名刺がめっちゃ出てきたんですよ。はい。どうしてます？僕これ聞きたかったんですよ。僕ね、名刺がすげえ溜まるじゃないですか。うん、ビニール袋を入れて、うん、溶かすボックス、うん、妖怪ボックスにポンって入れちゃいますね。うん、連絡先、なんか、8に入れるとか。一切しないです。やっぱり捨てるだけ。やっぱり。で、もしこの人連絡先したいなと思ったら、めちゃめちゃ名前思い出して、ジメルで。うん、あの名前思い出して、はい、Facebook、周りの人にこの人の連絡してるって、あと Facebook 検索したりとか、それ CM で先に言ってよみたいなやつ聞いたことありますよ。名刺は捨てますね、やっぱり。もらわなくていいと思ってるんですよ、名刺。やっぱり、うん、僕最近、うん、こう会社勤めだった時はちゃんともらってたんですけど、うん、はい、いや、まあ後半はもらってなかったですけど、うん、あの一切もうそもそも名刺ないですし、うん、でもうもらっても全部ポイポイしてて、うん、もう全然もう何にもしてなかったんですけど、うん、過去の、うん、結構名刺がドサーって出てきて、うん、あの何も考えずに入れてたやつが、うん、で結構あーこれは何かしらあのとてもお金を発注してくれそうだなみたいな名刺がたくさんあって、これはなんかどうしようかなと思って、取っとくのはそれそれだるいですよね。だるい。スキャンするとかなのね。他の人どうしてんだろう。僕今までためらいなく捨ててたんですけど、うん、僕が会社やってて、うん、総務の人に、うん、とか秘書っぽい人に、うん、ちょい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 っつって何今捨てたっつって名刺っつってバカ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 っつって、どこで捨てたんですか。ゴミ箱に捨てちゃダメでしょ。まさかゴミ箱なんかに、まさかね、うん、そう妖怪ボックス的なね、ボックスに、そうそう個人情報ありますからね、うん、そうゴミ箱とかには捨てない。そう瓶缶とかに捨てたペットボトルだ。そうそう、そういうとこありそうだよね。いやそれがね、ちょいちょいちょいって言って、これは資産ですからって言ってね、ああじゃあ入力しといてくださいって言うとでも思ってるんですかぽいみたいな。だってよくいるじゃないですか、社長でこれ入力しといてって絶対見ないエクセル作る人、ま、うん、あれ仕事のための仕事作ってて意味ねえわと思ってたんで、はいはい、そういう人が秘書っぽい人がいたんですけど、一切やらなくていいっすって、必要だったらググれるわっつって。いや本当そうなんだよね、うん、なんとかあるからね。そう、あとG メールで今日はありがとうございましたとかやってたら、メール送っときゃいいんだよね。そう、残ってるから、うん、こういうのどうですか。そう、名刺交換するときに、うん、お互いの名刺の写真を交換するっていうのは、あーでもなんだっけ、エイトとかなんか、まあ、ウォンテッドリーとかなんかそういうのに近いですよね。ちょっとそれに近いのか、エイト入れるのだるいですよね。あとまあちょっと先行きすぎてるのがリンクドインとかですよね。あ、リンクドイン、ね、リンクドイン交換しましょうみたいな、うん、めんどくせえ、うん、名刺いらないんだよな。そう、名刺いらない、うん、ないし僕。そう、お互いなくすればいいよね。そうだから今これどうしようかなと思ってすごいちょっとね、うん、でも結構多分、そしたらスキャンでしょ。一回スキャンします。スキャナーで、あの名刺用のスキャナーでバーって一回やっちゃうと楽で、調べたら8っていう、うん、スキャンのね、名刺の管理のアプリがあるのかな、あれが郵送で多分、うん、3000円とかでやってくれるんですよ、うん、でスキャンマンっていうところが、うん、多分やってくれて、なんかねキャンペーンであって一回、うん、スキャンマンっていう人が来るんですよね。ヒーローが来てくれて、そうそう、全部スキャンしてくれるのがあったりしたんだよね。うん、ありますあります。やればいいんじゃないの、バレたんだけどね。まあそれで一回全部やるか、過去のが結構あるんでどうしようかなと思って、ね、まあ送りつけるのが一番いいだろうね。まあ、そうですね、郵送で送りつける、うん、これみんなどうし、じゃあ成美さんは基本的には管理はしてない、してない、捨ててる、うん、まあ、僕もそうですね、うん、みんなどうしてんだろうっていうのをちょっとね、じゃあドングレイフェムのねリスナーの皆さんもぜひ教えていただければ。名刺管理方法を聞くの、うん、どうしてんだろう、リアルなこと聞くんだ。いや知りたいなと思って、僕もうガンガン捨てちゃってるんで、うん、もういっかなと思って、でどうせそれでなんだろう、スマホで一枚写に撮っとくっていうのもいいかもしれないよね。まあ、ね、うん、しかもあ、 LINE は LINE って今 OCR めっちゃすごいじゃないですか。あ、すごいすごい。だからLINE で、うん、例えば、なるみさんと僕でグループ作って、なるみさんを外すと、自分だけのグループができるんですよ。ああ、そうだね。自分一人グループですよね。うん。で、それに、ひたすら、うん、あの名刺入れとく。うん。で、OCR検索すると。うん。まあ、それもありだよね。
Google フォトでもそんなにできない、できそう、できるでしょ、っていうかまあそういうアプリが8だわ多分、うん、まあ8でいいのかな、うん、あかんない。なんか、ウォンテッドリーなんとかみたいなのもありますよね、確か。うん、でも、ウォンテッドリーなんとかはこれ怒られるかもしれないですけど、利用規約に全部、そこに書いてある情報をウォンテッドリーが見ますに なってますよ。あ、そうなんだ。そう。そういうのはあるからね。あれ、結構できないよ、ね、あれ、えげつないなと思いますけどね。うん、あんまアップロードしたくないんだよね。そうそう。一応過去にスキャンしたものがあって、はい、それは、エヴァーノートに一応載ってたから。エヴァーノート、そう、僕もエヴァーノート使ってたな、昔。うん。捨てちゃえばいいんじゃないの？そうっすね。うん、まあ、どうせ連絡しないから、つって。スーツケースに入れてどっか、ロストするとかね。名刺をね。パンパンに詰めたら。どうする？電話かかってきたら、うん。成田空港とかから。いらないです、つって。じゃあ捨てろや、自分も。あの、こうね。部屋をきれいにしたりとか、うん、断捨離とかをどうするかっていうと、うん、ときめくものをこうとか、なんだろうな、こう過去のものがどうしたとかじゃなく、うん、ラブファントムとかをかけて、うん、いらない何もって言って捨てると一番きれいに片付くよっていうのをツイッターで書いてありました。いるものも捨てちゃいそう。そう、いい、でもそんなのはね、一瞬無視して稲葉さんを想像して、いらない何も捨ててしまおうってバサバサバサってポイってやると部屋は綺麗になる。あれ、マックがないぞみたいな。はぁ、あ